台湾シジミは、淡水に生息する、中華人民共和国及び、台湾原産のシジミ化の二枚以外。中国、台湾を中心とした東アジアの淡水域に住む二枚以外で、ある。私有動態で、基本的な生態は、マシジミに似ている。食すことも可能だが、元が、食用シジミの選別逃れであり、食味が劣る上、 下水の流入するような正常度の低い水路にも生息するため、食さないのが無難である。個体差こそあるが、殻の色は、増し染みより黄色度が強い上に、殻の内側は白色、または全体的に淡い色の個体が多く、増し染みと違って殻の塩分が紫色になりにくい。引用1。しかし、形態的によく似ており、遺伝的にも近いことから、 マシジミとは、シノニムとする説もあり、分類は定まっていない。本種は、卵体制で違いを生む。繁殖力は、マシジミよりも、はるかに高く、しかも水路に定着してから時間が経過するとマシジミに、酷似する殻色になる場合も多いため、一層在来種との判別が難しくなっている。引用に。また、死後長期間経過した貝殻は劣化して表面が黒くなる場合もある。 客中一。本種は中国等から食用として輸出されたしじみ類に混ざって世界各地に運ばれ何らかの原因で流出して定着している。アメリカでは1920年代に食用として持ち込まれたものが全米に広がった。近年ではヨーロッパでも分布が拡大している。調理の際に違いを吐き出し、それが下水を通じて河川等に流出する。 または違いが粘着糸を出して物に付着し移動することによって分布が拡大しているのではないかと考えられている。大量に繁殖した地域では取水施設で通水の障害となったり大量死後に悪臭を放ったりするなどの被害が出ている。日本国内では1985年頃に移入が確認され1987年頃に 岡山県の水路で繁殖していることが確認された。その後、1990年代に入ってから分布の拡大が明らかになり、関東以西の本州、四国、九州での定着が確認されている。引用に。日本において、淡水しじみといえば、ましじみを指すことが普通だったが、常実の殻色などから最近では、本州のことをましじみと指してしまう場合もある。引用に。 本種は、増し染みの好まない比較的汚れた水、護岸に強く、生命力が非常に強い。例えば生息地域の田が、休校期に入って、水路の水がなくなり、個体数が激減しても、4から5ヶ月あればほぼ元に戻る。また護岸にも強く、三面護岸の水路にわずかに積もった、泥や護岸が欠けてできた、小さなくぼみでも生きていられる場合もある。 また本種によるマシジミへの遺伝子汚染も問題になっている。マシジミや台湾シジミは生死側の遺伝子のみが遺伝するため、両種が交配すると子害は全て台湾シジミとなってしまう。そのため、マシジミの分布域に本種が侵入すると3年から4年で本種に置き換わる現象が報告されている。引用1。最近よく用水路にシジミが発生し、綺麗な水になり、 マシジミが帰ってきたと思われている場合があるが、ほとんどのケースは誤解であり、実際はマシジミが戻ったのではなく、本州の大発生であることが多い。引用に、東京都日野市でも1960から1970年代には、市内多数の箇所で黒いシジミが石ころのようにたくさん住んでいた。と言われている。しかしながら2008年の日野市の公式資料、 陰用山において、平山用水触れ合い水路という水路で、本種が1日の調査で2076匹も取れた、という記述があり、すでにマシジミは本種に到達されたと思われる。本種は黄色、脚中2の殻を持ち、マシジミより外観が派手な上、水槽内に入れると目立つという外見的特徴や、淡水魚水槽での耐久性の高さ、軽装などの藻類や有機物を接触し、 除去するため、ペットやアクアリウムの掃除屋としても有用な可能性がある。2009年11月25日の何これ珍百景2時間スペシャルでは、千葉県三浜区の公園に、ましじみに告示した外観の本種が大量発生している様子が珍百景候補として紹介された。しかし、珍定には至らなかった。客中さん ?2018 年11月7日の日本テレビ系。 ニュースエブリーにて、群馬県の台湾市地味が取り上げられた。AB 日本産淡水海類図鑑、ニッキスイを含む全国の淡水海類、ABCD 内山竜田んぼの生き物図鑑日野市、水生生物調査調査報告書2008年版、口述のように生きた状態でも殻が黒い場合がある。現に最近の日野市に生息する本種も殻色が、徐々に黒くなっている。 通常は黄色だが場合によっては全く違う色の場合がある。ジン百景コレクション、ありがとうございます。